ピシャーズシュークです。ガンマです。貴様なんだ俺は。お前は強え言ったな。嘘自信なくなるの早かった。お前がだって言ったなっていうろくなことになる君、はい、もしもだよ、無人島に流されちまったら貴様生き残れるか。あたりは草木、海に潜って魚取ろうにも何か作んなきゃいけない。手軽に口に物を運べるもの何かないか。キノコ怖いと。ちょっと変色じゃん。甘いのがめっちゃ好きでしょ。だいたい甘いもん食ってんね、お菓子とか。君に今日これから先を生きる術を与えたい。いらない。俺は今日が楽しければいい。でもその今日をまた味わうためには未来を考えなきゃいけないんだよ。ということでシルクロードプレゼンツ、そう、美味しい虫は何なんだ、虫ランキング。今日は君に食べれる虫をめっちゃ持ってきました。めっちゃ虫食べるイコールおえをみんな期待してると思うんだけど、うん、本当に吐きそうだった場合は別にやっていいけど、俺はだよ、虫うまいのよ。今日君にはめちゃくちゃ虫食ってもらいます。話の前後がつかめないんだけどさ今日人生で一番虫食ってもらいます。もし無人島に行った場合、はい、何の抵抗もなく虫食えると思う。虫食べてもらってランキングをつけてもらいます。うまい虫全部ワースト1じゃダメ。ちなみに俺の中の虫ランキングあります。もしかしたらそれと被る可能性あるじゃん。そしたら多分本当にうめえなってなるよ。フィッシャーズシルクはですね、あのお菓子感覚で普通に食うんですよ。虫ゲテモノ好きだね。ゲテモノとはいえ普通にうまいのあんのよ。虫好き普通。今日の虫あの姿まんまです。いやうまいのもあるけどまずいのもちゃんとあるんで。ふざけんなよこちらです。食べる用の虫を売ってるお店があるんですよ。ちょっと出しますね。なんかトノサマバッタみたいなでけえのがいいんだ。これカブトムシとかですね。高めかな。まあ、こんなレベルのやつがいっぱいあります。マジじゃんこれ。こちら全て虫です。予想してたのが5倍多いんだけどこれは人間が食べる用の虫です。ざけんなマジ。何調理しないの。調理した虫も持ってきてます。そういうのはいい。一回食ってみ。こちらハードバグ、こちらねめっちゃうまいっす。ほんとにお世辞抜きでうまい。パスタスナックですね。これ虫で作られてます。あのヨーロッパ家コオロギで作ったコオロギパスタっすね。タンパク質がなんと 25% 入ってます。めちゃくちゃ多いっす。84匹分ぐらい使用してますコオロギをちゃんと後で普通のコオロギ食べさせます俺それ食った後普通のコオロギ食えなくなっちゃう。ちょっとふざけんなマジでコオロギ野郎こんな感じです。これ俺いつも食ってんだけど、うまっ。これコオロギって言われたら何ってなるの。うん、わかんないでしょ。うん、買った。あ、うめうまいでしょ。うまいコオロギのなんかフリスタスナックだわ。これはまあ確かにちょっと反則な感じあるわ。結構大真面目に。うまくない。うまいんだけどさ、なんでコオロギ食ってんだろう俺。今のうちにその感想いっぱい言ってもいいよ。後半気になんなくなるから。これ食ったからこっち食えないよなんでうまいもん食わせんだよ。食うのやめろよちなみにゲンゴロウはいないのよ。ゲンゴロウはまずい。あと痛い。ストローみたいな部分がたまに歯茎に刺さってめちゃくちゃ痛いからやめた。全部一度あの袋から開けて並べましょう。はい。オケラ、クロアリの卵です。フンコロガシ、こちらカブトムシ、アジアンフォレストスコーピオン、サソリですね、タガメ、サゴワーム、コガネムシ、ジョウアリ、ハネアリ、バンブーワーム、昆虫ミックス、バッタモク、タランチュラ、昆虫ミックス、ケラ、ジャマイカンフィールドコオロギ、イナゴ、カイコ、スーパーワーム、コオロギミックス、幼虫ミックス、バッタです。多分トノサマバッタだと思う。サゴワームチョコレート、虫まみれ。商品としてまあ15個あるわけじゃん。約20種類の虫です。竹雄っていう場所でねすぐ買えるんで、ぜひともねご賞味あれと。先にここでのランキング書きます。僕は決まりました。僕はですね、ちなみに市販で食用で売ってるやつはほぼ食ってます。ゲンゴロウとかも食べたんですけどランク外です。クソまずいので。半分は美味しいか。俺は半分はうまいと思ってるけど、虫に耐性のない人は2割うまいと思ったら上出来。よし、じゃあダーマくんに食べていただきましょう。試食スタート。帰りてー。全部は食わなくていいよ別に。俺は袋に入れた後食うから。まずはタランチュラ行くか。おお、いいね。うわータランチュラじゃんやっぱ苦手な人はこういうリアクションになるんだな。俺は食えと言われれば食うよ。食う。
だってこれ食用でしょ、食っていいって言ったもんな。あ、食べれる食べれる。じゃあ俺は遠慮なく食うよ。どうぞ。いただきます。いきます。どんな感じよ。悔しいけどなんかね、悪くない。味で言えば美味しい味。覚えといてね、この味。はい、じゃあ、アリの卵いきます。アリの卵、はい、この黒いのですね。いただきます。まずいんだ。噛めば噛むほどなんか変な苦味みたいなのが出てきてね、うん、飲み込むのを拒否しましたね。これは美味しくない。これ美味しくない。はいはいはい。じゃあ次行こうか。ジョーアリ行く。はい、ジョーアリ行きましょうか。ジョーアリ行きます。なんだこれ。シンプルに不愉快。無味の刺激が襲ってくる。わかんないけど、まあ、美味しい刺激じゃないです。ジョーアリは美味しくない。乾燥してるだけって口の中に居続けるんだよな、こいつら。あ、そうだね。風味がずっと香るよね。そう。羽アリいきます。はい、いただきます。誰。ジョーアリのようななんか謎の刺激もなく、ただただサクサクしてた。アリの中で一番いいかもしれない。ほーおーおーおー。じゃあカブトムシ。じゃあオスいきます。はい、角はよく味わってほしい。いきます。勝手やし、なんか全然噛み切れねえ。上の角がくっそ硬いのよ。まだいるもん。まだいるでしょ。変な噛み方したら刺さるぞこれ。ほのかにうまい。おお、これうまいと感じるんだ、すごい。カブトムシは意外と悪くない。紹介したくねえ俺こいつのこと。タガメいきます。いきます。タガメ。よし行こう。じゃあタガメいきます。一気にいった方がいいか。そうだね、丸ごといこう。痛い、ここ刺さった。痛いよこれ。どけお前。硬えよ。歯茎痛えよこれ。くっさい。思ったよりまずくはない。確かにくっせえんだけど。くっせえんだよ。臭い以外の感想があんまりない。これのね、ジュースとかあるんだよ。正気か。硬いやつ片付けていこうと。コガネムシ。オッケー。じゃあコガネムシいきます。タガメの時より結構ヤバそう。タガメよりくせえかもしんないこれ。タガメよりくせえぞこれ俺。口くっさ。うわーくっさ。あ、くっさ、待って、くさい。サソリ。おお、サソリね。サソリは頭の方行って十分味わった後に、あの尻尾を流し込んでもらえると。まだあの毒とか注入はされないから大丈夫、うん、形そのままなら絶対刺さるよねこれね。そうだね。いただきます。お、どこも硬いからさ、なんかが刺さるんだよ。音だけで言ったら一番でかいから。タランチュラに近いものを感じる。ああ、確かにそれは言えてる、うん、中の空洞部分が多いからね、うん、美味しい方だと思う。うんうん。尻尾いきます。やっぱ悪くないんじゃない。まあ美味しさはあるよね、うん、まあエビっぽいというか、うん、いいね。だいぶ硬いのは食い終わったんじゃない。じゃあこのバンブーワーム、バンブーワームいただきます。硬いとは別のこの何とも言えなささ。いや俺さ、もともと幼虫の方が無理って人の方なのね俺。ああ、そうなんだ。ブニブニしてて味は美味しいんだと思うんだけど集中できなかったな。生きてる時のことを想像しちゃってうえってなるやつ。まろやかな感じはする。今までのようなしょっぱさとかそっちのじゃない。あ、甘いね。うん、甘みがある。ちょっと口直し。これ食ったの間違ったかな。さあ、本当いきましょうか、うん、これはね、ふんころがしです。ふんころがしいきます。はい。ふんころがしの何恥めえ臭さだ。そうなんですよ。臭っ。バレカミ使ってる。呼吸したくねえ。いや、臭いの辛いよ、マジで。これいけたなら、無人と行った時でも何らためらいなく、もう腹減ったらこれ食うかってなるよね。こっちのミックスいくか。こっちはですね、昆虫ミックスですね。はい、いただきます。いろんな食感がありますから。負の積み合わせ。あ、知らねえやつの先端が刺さった。いってー。まずいやつが一人いると台無しなんだよ。唾液ドバドバ。あったのかミックスか。はい、もう前列じゃあ全部クリアじゃん、それで。バッタってもともとなんかあんままずいイメージはないんだけど。まあ確かにね。俺今日だけで結構ね、歯茎ボロボロに。ケラ行く。ケラ行くよ。ケラお前期待してるぞ。昆虫に期待するようになったらもう終わりかもしれんな。ケラ行きます。先言っていい？
うん、後半便所みたいなやつするよね。くそや、前かまずいかに言えねえんだけどこれ。味らしい味があんまないんだよな。よし、じゃあサブワードいきます。え、うまい。他の昆虫とは一線を画してる。めちゃめちゃうまい。昆虫から外れていいよ君。ダントツうまいわ。クリーミーだし、ちょっと風味豊かだね。食べたことあるかのような味を出してくるよね。うんうん、サゴアンのチョコレートあるよ。チョコ食べてみて。サゴアンのチョコ。いただきます。はい。お口直しね。なんかチョコアームの方が蒸し感強くね、これ後味。こっちの方が臭いね。家屋というか、まあ、体育館もそうだけど、なんか建物みたいな、わかる、ホコリっぽさみたいな違いね。なんだろうね、このホコリっぽさ。じゃあラストいくか。はい、じゃあラスト殿様バッタ、うん。バタ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 って言いながらね、土手をね、飛んでますよね。うん、バッタもわりかし美味しいね。ということでね、こんなにある昆虫すべてね、試食しました。お疲れ様です。いやなんか最初は地獄だなと思ったけどさ、うん、意外といけるもんだね。おお、それ聞けたの嬉しいな。まずいやつは本当にまずいね。じゃあそれではここからがランキングを書いてください。3位、2位、1位のこれもしあったらかなり信用度高いからね。せーので出しましょうか。はい、で、あの見ないようにね。せーの、はい、3位をお聞かせください。はい、僕の第3位は殿様バッタ。おー、殿様バッタ。殿様バッタ。僕の第3位、オケラです。オケラか。はい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 。第2位、第2位はバンブーワームです。そっちか。僕の第2位、殿様バッタです。ほう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 。殿様バッタはマジでうまい。ほんと煮干し食ってるみたいなのに近いんじゃない。だしのね、そういう、だし食ってる感じする。甘いのが好きだから、そっちの方で多分選んだ。多分って俺が選んだんだけど、大体合ってんじゃん。いい感じで今合ってきてる。第1位お願いします。第1位はサゴアームです。僕の第1位、サゴアームです。そうなるわな。そうよね、そうよね。ほらほぼ同じよ。サゴアームはやっぱりうまいんです。サゴアームはうまい。的確。チキンっぽいさ、風味がファッとするし、まろやかだし、クリーミーだし、変なジャリジャリ感とかもなく、サクッサクッサクッって。これね、アマゾンに行った時に、俺とナホとモトキ食ってんのよ。ナホ、昆虫無理なの。モトキはまあ食えるんだけど、うん、俺ももちろんサゴアーム、そこで初めて食ったの。全員満票でめちゃくちゃうまいって。コンビニに売ってても買うっていうぐらい、これはうまい。やっぱうまいな。これはうまい。うまいんだよ、こいつ。ほんとにうまいですよ。じゃあ、ちなみにこの中で一番まずかったのは、せーの、ふんころがし。あと3人。バチッと当たったね。ほんとにくせえのよ。このサイズでこの臭さならまだ納得いくの。うん、こんなちっちゃいのにバカくせえのよ。そうなんだよな。そう。ということでね、今回で分かったこと、昆虫、虫で一番おいしいのはサゴアーム鉄です。うん、これは間違いないね。昆虫を食べる際は怪我をしないように気をつけてください。そうです。ということでね、いつかね、昆虫食べなきゃいけないって時ね、あの笑ってるかもしれないけど、来るかもしれないから。栄養素高いからね、無駄にはならないね。殿様バッタバカうまいんだね。もうこれ大好きなの。もう俺そっちのけじゃん、これ刺さってー。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、あー。